はい、どうもショッピーです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はコメント欄にいただいた質問に対してちょっと回答させていただきます。今回いただいた質問はこちらです。でかい家具を処分するときはどうしてますか。今僕も断捨離しているのですが、家具の処分の仕方に困っています。家のゴミと一緒に簡単に捨てられるものではないので、どうすればいいかわからないですと、まだということですね。はい、ありがとうございます。そう、でかい家具の処分、大変ですよね。まあ、一応僕は洗濯機だったり、懸垂マシンだったり机だったりっていうのも断捨離してきているので、まあ、一応その経験からですね、僕の考えだったりっていうのを、まあ、シェアできるかなというふうに思います。で、まあ、その大きい家具、例えば何かって言ったらですね、例えばタンスだったり、あとは冷蔵庫だったり、洗濯機だったり、机だったり、ベッドだったり、まあ、そういったものをですね、捨てるのが、まあ、大きい家具の断捨離かなっていうふうに思うんですけど、大きい家具って粗大ごみに多分なると思います。簡単にやっぱあ、捨てようって言ってパッて捨てるんじゃなくて、一回こうなんか、粗大ごみ予約なんとかみたいなサイトを経由して、予約しないといけないんですよね。予約したら予約したで、その粗大ごみシールっていうのを近くのコンビニまで買いに行かなきゃいけない。まあお金も払うわけなので、それもまためんどくさいしもったいないしっていうので、まあいっかみたいな、捨てなくていいかっていうなっちゃうんですよね。で、僕の場合は、そのハードルさえ乗り越えたら、もう処分できると。シールさえ買ってしまえば、あとはこっちのもんだっていうことで、もうシール買うまではもう感情を殺して、もうロボットのように買いに行きます。なので K1 王者さんも、そのシールさえ変えれば、もうシールさえゲットすれば、あとはもう捨てるしかないというか、お金を無駄にしないためにもう捨てるしかなくなってる、まあ、そういう環境を構築できると思いますんで、予約とシールは本当にワンセットっていうか、予約したらもうすぐ買いに行くみたいな、物を捨てなきゃとかそういうところはまあ一旦置いといてですね、まずは予約をして、で、シールを買いに行くところを、それを目標に、していただければ、比較的やりやすくなるんじゃないかなっていうふうに思います。あと、洗濯機、僕が洗濯機捨てた時は、単純にこう、粗大ゴミにはならないんですよね。なんかこう、産業廃棄物ぐらいの、それぐらいの扱いになって、それリサイクル料金が何千円とかかかっちゃうんで、僕なんかそれ、もったいないな、まあ、捨てるのにそんなに何千も払うのなんかアホらしいなと思ったんで、僕の場合どうしたかっていうとですね、買取業者に買い取ってもらいました。買取業者のいいところって、まず送料がかからない。リサイクル料もかかりませんでしたし、本体代金がですね、4000円で買い取ってもらいました。はい。まあ散々使い倒して4000円にもなったらまあいいんじゃないかなっていうところなんですけど、なので僕は家電に関してはお金になるっていうのが分かってるんで、売ったりとか買い取ってもらうようにしてます。懸垂バーに関してもやっぱヤフオクとかメルカリではやっぱ2、3000円で売れるんですよ、中古でも。うん、なんですけど、あれを梱包してどっかにこうヤマトとかに持ち込んで運んでもらうっていうのがまあめんどくさいし、その時間と労力があったら普通に本業の方で頑張るわみたいな感じなんで、そういうのに関してはもうシールを買って成功回避不可の状況を作って、で捨てるみたいな、そういう感じでやってます。まあちょっとここまでつらつらと話していきましたけども、もしですね他にも何かわからないことありましたら、何でもコメント欄で質問をしてください。はい、ということで今回の動画は以上とさせていただきます。もしですねこの動画が面白かったです、ためになりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。全然 DIY とか健康ネタできてないんで、まあそろそろやろうかななんて思ってます。はい、まあ気長にお待ちください。はい、ということで、良い週末を、ありがとうございました。また明日。